2015年1月18日今回は昆布を持つ右手とパネルを持つ左手の使い方と練習方法について紹介します。まず昆布を持つ右手の方からですね、コーミングする時のやり方はまず指持ち方はこういう感じですね。でこの指をこれが必要になってきます。でここでコームを立てて入れるわけじゃなくて、ちょっと寝かせた状態、寝かせた状態から指の先を使ってグイッと曲げます。で次に手首ですね、手首を使って2段階でこういう風に取ります。横スライスの方がちょっと分かりやすいかもしれないですね。こう右手でこうやってすくって手首でグイッと丸く取る感じですね。こう丸くこう立てて入れると、この頭皮にも刺激があり、あとはこう髪の毛がすごい多い人なんかは綺麗に根元から引くことが難しくなってきます。なのでぜひこの手首ですね、まずこれからあとは手首も、手首なんかはシャンプーとかで鍛えることができるんですけど、この指、この曲げる方法ですね、これだいたい自宅とかでテレビ見ながらとかでもこういうところを使って練習してみるといいと思います。次にパネルを持つ左手、これに関してはこの挟む力ですね、握力を鍛えるじゃないですけど、この挟む力を鍛える必要があります。これはなぜかというと、挟む力をつけることによって力を緩めた状態でも綺麗にブレることなくこうパネルを例えば動かしたりとかもできます。このチャンネル内で使うこういうのとかも挟む力があってこそのやり方なので、ぜひですねこの挟む力、ここを鍛えてほしいと思います。でこの鍛え方なんですけど、はい、こんな感じでなんかゴムとかでここをぐるっと止めておきます。でこれでカット練習なんかをしていくと、自然とこの指2つしか使えないので、ここの挟む力がどんどん強くなります。で多分初めのうちはこの指がつりそうになったり、なかなか力の抜き加減なんかが難しいと思うんですけど、僕も昔これはやってたやり方で、こう自分の指の挟む力を鍛えるためにこんな感じで練習をしていました。このような感じで右手と左手をこう鍛えて、フォルムコントロールですねを正確にできるように、その武器としてこの2つを鍛えてほしいかと思います。で次回は横スライスについてちょっといろいろと考えるという動画を次回もやってきます。今回は以上でした。